はちゃんと私のここ出せるからね。でもその平常心の話をしようかな。平常心っていうのはいつも通りの心だとかっていうのを平常心とかって言うんだけど、僕の思ってる平常心というのは違って、パニックに陥った時にどうしたら、そのパニックに陥った時になんとか それ以上にそれより悪い状況にならないようにするという心が平常心ではないかなと思います。いつも通りの心なんていうのは、それは平常心ではない。誰かに、じゃあカナトそこで今なんか喋れとかって言われて、はぁ、ね、みんなの前で喋れるか、ドキ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 して喋れない、そういう時でも、そのドキドキした時でも何とかしようとか、自分を見失わないようにしようというところが平常心、ね、その時にヘラ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 しとっていつも通りに喋っとったんでは、それは平常心ではないかなと思いますね。みんなの前で喋らなかん、いつも前来て、ほとんどの子がちっちゃな声でいつも通りの子のことが言えない、でもそれが普通ない。でもそんな中でもなんとか大きな声を出そうとかっていうふうにやろうという気持ちが平常心、常日頃の心というのは、常日頃の心でない時になんとかしようというふうに努力する心が平常心を持とうということではないかなと思います。で、いつも通りに稽古をしてても全然偉くない。試合の時は本当に3分、あ、じゃ2分か、1試合か2試合するだけで本当に疲れるんだけど、その時の心というのを普段の時でもやろうとするのが大切なことかなという気がします。で、ずっと今商談の話になってきているので商談の話をするんだけど、たまたま普段に受かったのは、宝くじに当たったのかなというところもあるんだけど、その時にその平常心というのがどっかにあって、去年のあれなんだっけ、立ち切りでないやつ、競争大会の時に辻添先生が、講演をしていただきました。その時に目前進行という言葉を、説明しないたんだけど、私が六段の審査を終わって先生のところに報告しに行った時に、その言葉を目前進行だったんだねとかっていうことを言われたんだけど、その時は自分で何のことさっぱりわからんかったんだけど、自分がやっとる自分を後ろから見とるような気持ちで、審査に迎えた。で、本人は自分の前におるぐらいで、客観的に自分を、見つめて試合というか審査に臨めたというのが、その審査の内容というか、やっとるときにその平常心というのができたんではないかなと思います。だから相手がいわゆる来るところを打つで、あんまりたまたま当たってまって面ばっか打っとったので、ここのところでコテたとかね、他の技をやらなきゃいけないなというのがなんとなく分かって、で、思わずではないけど、出花のコテが打てた。で、普通だったら、ああこれやったやったって言って面ばっか打ってたかもしれない。なんだけど、その目前進行ではないけど、試合審査をする前もやってる最中も自分が目の前におるんです、やっとる自分が。そういう心持ちでできたので、あ、こうじゃいかん、こうしよう考えているんではないんだけど、目の前にやってる自分がおるような気持ちでその審査というのに臨めたというのが非常に良かったかなと思います。君たちもいろんなところで、緊張するところがあるかと思うんだけど、できたら
その緊張する ところを大切にして、そんな緊張する、ドキドキする、パニックに陥るような状況でどうしたらいいかというのを経験をするといいかなと思います。先生に当てられて叱られたりだとか、人の前で喋ったりだとか、いろんなことをする経験をたくさん積んで、そういう時にどうしたらいいかっていうのを経験をしていくと、いざとなった時に、試験の時に、どっかへ行って発表しなきゃいけない時に、それが役に立つんではないかなと思うので、いつも同じような気持ちでヘラ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 しとったんではなくて、ドキドキするようなところ、緊張するようなところをどん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 経験をして、そういうところでもいつもの通りドキドキしないじゃなくて、ドキドキするんだけど、その時にいい状況とかいい方向に自分が向かえるように、危険なところへ行っても危ないというか、その、自分がいつものようでない時でも、その危険な状況、パニックに陥った状況の中でも最善を尽くすようなことができるように、普段からいろんなことを経験をしていくといいかなと思います。僕は一番最初落ちた試験は初段でした。で、初段の試験で何を落ちたかというと、型で落ちました。で、前の日までずっとここにお腹に稽古に来とって、で、その時までできとったよな。で、猪俣金次郎って先生が見えて、猪俣吉川先生のお父さんで、当日行って型で落ちて、昨日まではしっかりできとったのに、なんで今日できないのか言われたね。で、考えてみると、やっぱりもう緊張しているのと、もう、やっぱり今、千葉先生が言われた平常心じゃなかったんですよね。で、それで、それが5月、6月か6月の審査で、で、まあ、実技は受かっていたので、仮合格ってことで、9月に藤田先生に、席の審査会、連れていただきました。で、まあ、僕は肩だけ受けて受かったんですけど、もう一人、ボードっていう強いのがいて、彼は郡上で一番ぐらいな選手なんだけど、勝てんのよな、受からんのよな、初段2回実技落ちて、3回目でやっと受かって、で、なんでかって言ったら、やっぱりうちが仮っていうことをすごく言われていたんだけど、それで試合に勝つから直せなかった、全然。で、それで3回目を受けるときに、本人が、稽古してる中で、どうや、もうちょっとしっかり強く打たなあかんのやろかっていうことを言って、僕はその頃まだちょっと弱かったから、だからでも先生のことをしっかり聞いて、お腹行って稽古しようと、シュートしてやらんかっていう話をしました。で、彼も一生懸命そこで、やっと分かったらしくて、初段受かることができた。で、やっぱり先生の言うことをしっかり素直に聞くっていうことが大事だと思うし、で、それがずっと積み重ねてきてるんやな、あの話を聞かないっていうのかな。で、僕らの時と、僕らの野田先生が小学校の時と、君らの時とやっぱり違うんやな。僕らの時はとにかく勝たなあかんっていう試合やったり稽古やったんやな。確かに郡上でも強かった。でもそれが剣道のあるべき姿じゃないっていうのがだんだん分かってきた。で、それが今、いろんな稽古の後で今先生方がこうやって話をされている。で、これはやっぱりちゃんと聞いて自分なりに噛み砕いてやってきて、やっとくさここで、2段が受かり、3段受かり、で4段2回落ちて、5段も2回落ちて、で僕は本当にゆっくりゆっくり来とるんですよ。で、5段受かったと思ったらアキレス腱切って1年間その稽古できないとか、そんなことがあったり。